こんにちは、動けるです。今日はパフォーマンスアップマシーンを紹介していきます。今日は特に体幹の柔軟性を引き出してくれるチェストスプレッドを紹介していきます。これは姿勢の改善や腰痛改善、またパフォーマンスアップに非常に有効なマシーンです。では、チェストスプレッドを3つのポイントで解説していきたいと思います。まずはセッティングです。骨盤を持っていただいて、お尻を引いて座ります。そして足をレバーの上に乗せます。軽く押していただいて、肩と肘が同じ高さになるようにセットします。そして2つ目に使い方です。腕の力、体の力を全て抜いて、一度後ろの方に腕を持っていきます。そこからポンと足の力で切り返して運動を行います。腕の力は全く使わず、足の切り返しタイミングだけで運動を行っていきます。では、一緒にやってみましょう。では、1セットの目安15回一緒にやっていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、 OK です。みんなで一緒にパフォーマンスアップしましょう。